リベンジ、その舞台名は整えられました。日本武道館からノアのホーム有明コロシアムへ、 GHC ジュニアヘビー級選手権試合タイトルマッチ初挑戦、丸藤直道が現れました。この戦いの道はまっすぐ GHC の金色のベルトにつながっています。チャレンジャー丸藤直道が現れています。今年 4.18-01 日本武道館、高岩達人とのシングルマッチ、パワーとスピードの戦いは2001年の名勝負となりました。しかし丸藤、得意技不知火は切り返され、最後は高岩のパワーラリアットに不自由をなめました。あれから8ヶ月、時は移ろい、状況は一変、負けられない戦いに挑みます。一回転してリングイン、チャレンジャー丸藤直道リングイン。有明コロシアムは超満員1万2000人が歴史の証人となります。チャレンジャー丸藤直道、対するはチャンピオン01の高岩達人。 GHC ジュニアヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。なおコーナー挑戦者240ポンド丸藤丸藤直道。裏コーナー GHC ジュニアヘビー級選手権者240ポンド高岩達人。第2代 GHC ジュニアヘビー級王者高岩達人。丸藤のスピードか、あるいは高岩のパワーか、果たしてどちらが勝つんでありましょうか。今そのゴングが打ち鳴らされた。いきなりラリアット、高岩がラリアットを見せた。いきなりラリアット、一気に試合をものにしてしまうんでありましょうか。高岩は持ちきりのパワーボールの体勢、持ちきりだ、もう一度行く、2回目、そして3回目は場外に投げ捨てた。花道、そして力壁を見せつけました。高岩達人とチャンピオンの意地を見せました。さあいきなりチャンピオンが丸藤の動きを止めました。そのスピードを止めてしまいました。放送の解説は桃田光夫さんです。いきなりパワーを見せつけましたね。そうですね、基本的にはですね、丸藤選手がああいう形で攻め込まなきゃいけないんですけど、はい、チャンピオンさあ原道もあと切り返した。しかし高井もすぐ立ち上がった。トランスキック、両者が原道でダウンしている状況。原道で大の字です。出だしからすごい攻防ですね。そうですね、
しかし丸藤はあそこで切り返せることができた、あるいはトラスキックをすることができた。一番最初にですね、うん、2人が対峙した時に、はい、顔の緊張度を見るとね、チャンピオンの方が緊張しているような感じだったんですね。丸藤選手の方にちょっと余裕があるような見えたんですけどね。そうですか、まあ、だけど実際、うん、出だしからチャンピオンの方がね、先行して、それでも丸藤選手よく今切り返してきましたよね。そうですね、まあ、チャンピオン高岩達人にとっては01の高岩達人がノアの GHC のジュニアのベルトを持っている。そしてこの有明コロシアムはなんといってもノアのホームです。いや全くその通りですよね、ファンの前でやっぱり丸藤選手に頑張ってほしいですよ ね、 そうですね、さあ丸藤がリングに戻りました。しかしすぐに立ち上がったのは高岩達人。その高岩が丸藤の頭を捉えてエルボーを打ち込んだ。赤コーナーに倒れ込むようにしたのは丸藤直道。さあこの丸藤直道がノアの一身の期待を背負っています。しかしスリーパーホールドにやっているリング中央、その太い左腕が丸藤の首に巻きついています。苦しい苦しい表情、顔をしかめます。腕も取られました。眉間に手を寄せています。口が開いています。グランドに倒れ込みました。序盤の激しい戦いとは一転、今度はグランドか。スクッと回って、そして一回転、側転、側転して、そしてキックを放って、あとドロップキック。有明コロシアム1万2000人が沸きます。しかし丸藤直道もこの表情。すぐさま立ち上がったのは高岩達人、チャンピオンです。完璧に高岩のペースにはまってしまっていますか。そうでもないですね。今やっぱり切り返しはやっぱり丸藤選手あれが持ち味ですから、ただ要するにその最初のダメージがまだ多少残っているような、なるほどね、感じはしますよ ね、 ね、丸藤選手に、はい、まあ、丸藤にとってはこの高岩のパワーに対抗するのはそのスピードですよね。そうですね、やっぱりスピードとキレだと思います、はいはい、ジュニアの恐竜とその異名を持つ高岩達人。しかし丸藤直道もこのノアマットでヘビー級の選手と戦ってきました。その経験がこの一戦に生きるのでありましょうか。さあ足を取りに行く、しかしまだ不完全だ。さあ必死に逃げようというチャンピオンの高岩達人。ノアマットには8月でのツアーから参戦してきましたこの高岩達人、そのいきなりの試合で当時王者だった金丸を挑発しました。そして10月19日横浜で、あのなだれ式の高岩ドリラー、なだれ式に道のくドライバー2を打ちまして、この GHC の金色のベルトを奪いました高岩達人。その高岩達人がヘッドロックにを決めています。ミーリフト、やはり力がありますよね。ありますね、打撃技も重いですよね、倒れません。逆水平エルボー、これに倒れない。逆水平もう一度打った、そしてエルボー連発から自らロープに振ってジャンピングエルボー、しかし倒れない高岩。そしてラーニアトー、一回転。いや力ありますね、さあカバーは、おっと危ない。しかし丸藤直道はこのパワーに打ち勝つ秘策があると試合前に語っていました。その秘策は何なのか。得意技知らぬにもあります、はい、まあ、彼の場合はですね、いろんな要するにその空中サポが得意ですから ね、 そ、 ね、まあ、その系統は強いとは思うんですけども、はい、だけど何を出してくるのか ね、 そうですね、本当に素晴らしい運動神経の持ち主ですので、ね、試合時間は5分を経過しています。60分の一本勝負、金丸が奪われ、そして菊池が奪えなかった GHC ジュニアのベルト、そのベルトを奪還しなければならない戦い、重責を担ったリベンジとなりましたこの丸藤直道。腕も決められてますね、そうですね、基本的にはこの状況は丸藤選手にとってちょっと不利ですよね、もちろん攻められてるというのもありますけど、グラウンドでやっぱり上から乗られるっていうのはスタミナロス十分考えられるんで、はい、できればやっぱり離れて、対峙したいっていうのが丸藤選手じゃないですか ね、 距離を取って、隙を見てスッと攻める、そういう形が丸藤選手にとってはいいと思うんですけど ね、 ね、今のところではやっぱりチャンピオンのペースにちょっと入りつつありますよね、はい、高岩の首4の字もがっちり決まっています。 GHC ジュニア